こんにちは、名古屋のおばさん富田です。本日は、リーダグループホールディングスの株式会社東栄住宅の家をご案内させていただきたいと思います。東栄住宅の家には外に、立水栓があることが多く、あると、とても便利に使える嬉しい設備でございます。植栽が施されていることも多く、外光も素敵です。それでは室内をご覧いただきましょう。本日は、床材と建具がオフホワイトで統一された室内をご覧いただこうと思います。カラーバリエーションの組み合わせは、東栄住宅のホームページでシミュレーションできるようになっています。説明欄にリンクを貼っておきます。早期ご契約の場合、カラーが変更できる楽しみもございます。今回は、空間の使い方や、生活のしやすさを感じていただきつつ、ご覧いただければ嬉しく思います。それでは、バスルームからご覧いただきましょう。東栄住宅は、気持ち幅が広めで収納が多いタイプの洗面台が取り付けられています。引き出し式の収納は、とても便利にご利用いただけそうです。お掃除もしやすく、ハンドソープなども置きやすい洗面台でございます。取っ手がついているところもいいところです。お風呂をご覧ください。人気の浴室乾燥機が完備されています。お風呂の蓋が2枚下で収納フックがついています。室内のカラーに合わせて壁の色は様々です。ゆったりしたお風呂でバスタイムをゆっくり楽しめそうでございます。それでは廊下付きあたりのおトイレをご覧いただきましょう。トイレに手すりが取り付けられています。トイレットペーパーのホルダーは一つですが、取り出しやすい場所に収納がつけてあります。それでは、リビングへと進みます。リビングの天井は、中央を高く仕上げた折り上げ天井が多く採用されています。お部屋が広く見える空間となっています。ファンもついていて、空気も循環できそうです。東栄住宅は外光にも気配りがされています。このように芝が張ってある場合も多いです。ダイニングとリビングも家具が配置しやすい設計になっています。東栄住宅のキッチンは少し高めでキッチンが丸見えにならないように配慮されていることが多いのも特徴の一つです。天井のアクセントクロスとダウンライトがいい感じでございます。東栄住宅のキッチンには、標準で食洗機が完備されているところも嬉しいところです。家事時間をかなり短縮することができます。あると嬉しい設備でございます。フラットの換気扇は、お掃除がしやすいところがいいところです。キッチンパネルも、お掃除がしやすいパネルでございます。キッチンはカップボードを設置できる十分な幅が設けられています。お料理するのが楽しくなるようなキッチンです。シンクの横も壁になっているため、リビングから丸見えになりません。階段下がこのような収納となっている家も多いです。ではでは、お2階へと進んでまいりましょう。階段を上がってすぐ左側にカウンターのついたワークスペースがあります。そして南側に明るい洋室が3部屋ある間取りとなっております。リモートワークを意識して、最近ではワークスペースが設けられている家が多くなってきました。このようにカウンターが設置されていると、狭いスペースも有効に活用できそうです。窓からの景色を眺めながら、気持ちよく仕事もできそうでございます。狭いスペースであることが、落ち着ける空間となっています。作り手の、こんな家に住みたいというイメージが具現化された一例ではないでしょうか。それでは、6.7 畳の洋室からどうぞご覧ください。掃き出し窓がないので家具の配置がしやすく、落ち着いた印象のお部屋です。窓は使いやすい引き戸タイプで風通しもよく快適に過ごせそうです。
2階の窓からお庭を見てみました。小さくてもやっぱりあると嬉しいお庭でございます。収納は棚とボールのついたこのタイプが一番多く設置されています。真ん中のお部屋は 5.5 畳のお部屋でございます。バルコニーの幅が少し狭めなのが残念です。バルコニーにはあまりこだわりがないようで、一般的なルーフバルコニーのお家が多い印象です。廊下には階段上を利用した収納とおトイレが並んでおります。1階と同じタイプのおトイレが設置されています。手すりもしっかり取り付けられております。南西のお部屋は天井が高く 6.7 畳ですが、実際より広い印象でございます。今回のお家にはロフトのついたお部屋がありませんが、東映住宅の家には窓のついたロフトがあるお家も多く見られます。寝室向きのお部屋なので、クローゼットも2つも設けられています。こんなところにも生活する人の視点を大切にしている配慮が見られます。さて、いかがでしたでしょうか。東映住宅の長期有料住宅の家でございました。設備の充実度や長期有料住宅など飯田グループの中でもワンランク上の住宅という印象でございます。住宅性能にこだわった東映住宅は長期有料住宅戸数の供給数も住友林業、多摩ホームに次ぐ全国3位という実績でございます。税制面でも優遇が受けられ、また中古市場においても評価されています。また、低炭素住宅なので、エネルギー量の少ないエコな生活を実現できます。安心してお住まいいただける住宅性能と、生活のしやすい設計の東映住宅の家でございました。本日も長いお時間ご覧いただき、ありがとうございました。仲介手数料無料の A プレイス株式会社がご案内させていただきました。ありがとうございました。